車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はモンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは内山店長です。はい、モンド東京内山です。よろしくお願いします。今回は PV 撮影で外出してるんで、はい、ちょっと店舗じゃなくて、ね、外でお届けいたします。はい、でそんなお届けする車がこちら、はい、こちらです。はい、こちらお客様に触れていいですか？はい、大丈夫です。知ってますというわけで、数々ボンド東京でカスタマイズさせていただいたお客様の新しい車、はい、というわけでレクサス IS500F スポーツですね。はい、うち人気っすね。人気ですね。名古屋店もやってましたしね。最近あの動画でご紹介させていただいたりとか、はい、各種 SNS ブログにも登場する機会が多い車ということで、はい、その車を東京店でもカスタマイズさせていただいたと。はい、で今回はどんな感じのカスタマイズでしょうか？はい、今回ですね、仕事用です。テーマ仕事用なんだ。仕事用です。じゃあもう本当に日常もそうです。毎日常的に使える仕様ですね。というわけで、はい、カスタムの内容としては、内容としてはもう外観は特に、じゃあ特に前回りなんか塗ったりとかとかはしてないです。もうしてない。はい、でプロテクションも貼ってあります。前回りは貼ってあります。貼ってあるんだ。はい、じゃあ本当に仕事用なんで、そうですね、傷ついちゃう前だけさらっとした感じの貼ってあると。はい、じゃあ足元メインという感じでよろしいでしょうか？はい、こちらですね。あの仕事用だって言ってるのにこのバッチリローダウンとタイヤホイールが交換されてると、はい、じゃあタイヤホイールからいきましょうか。はい、こちらですね。今回 MV フォージドの、MV10R という3ピースのホイールになります。これなんか王道のメッシュデザインに一見見えるんですけど、はい、細かいところを見ていくと、はい、さすがアメタン、削り込みがえらいことになってますよ。はい、まずセンターのここが全部抜けてんの？これ抜けてます。これすごいね。はい、ちゃんとこのハブ周り、まあ、一番重量が多分あるところ、はい、で剛性が必要なとこですけど、ちゃんと内側全部抜けてる。そして全体的なシルエットは王道のメッシュデザインですけど、ここがこうつないであったり、ね、はい、スポークが飛び出てたり、はい、でなおかつこの接合部は全部こう削ってある、はい、これすごいね。すごいですね。でしかもこれピアスボルトは1個飛ばしで見えてる。そうです。だからこの見えないこの内側にも入ってます。はい、入ってるということで、まあ、すっきりしてかっこいいですね。確かに。はい、そしてフィニッシュはこれブラッシュドディスクの、リムはハイポリッシュです。ポリッシュドのリムになってるということで、はい、もうここも王道というか、そうですね、鉄板な感じですけど、仕事用なんであじゃあなんかこうトリッキーなことしないで、はい、もう本当にスタンダードのかっこよさを追求した感じ、はい、というわけでこんな感じになってると。で、あとはこれ組み合わせるタイヤとしては、ミシュランの、パイロットスポーツの 4S ですね。2453021、はい、仕事用だけど21です。そうです。もうこれは重症患者のお客様ということで、かなりこれでも全然日常仕事用にも使えちゃうと、はい、そして今回しっかり下がってますね。はい、これは勝手に下げちゃいました。いや結構思ったよりバンパーと地面のクリアランスがあったので、確かに、はい、結構というこれなら全然使えるなと思って。なるほど。はい、これ車庫帳？車庫帳です。 RSR の車庫帳入れてます。車庫帳でしっかりローダウン、はい、だまあ上げたり下げたりももちろん、まあ、調整できるんで、まあ、RSR なんでやっぱりこう日常的に使っても乗り心地がかなりいいので。あ、なるほど、はい、なるほど。というわけで、まあ、その辺もしっかり下げたりと、はい、そしてあとは本当に何も触ってない。本当にそうですね。本当ドアミラー塗っただけなの で、はい、でキャリパーも今回塗ろうか塗らないかっていう話もあったんですけど、まあ、せっかくオプションのオレンジがオプションなんですよね。なのでそのままにしました。なるほど、はい、まあ、あえて手数を少なく。そうです。そしてもう一つそれを感じるのがこのバイザー。バイザーです、はいはい、ボンド東京特になんか入庫すると勝手にバイザーが取られちゃうんじゃないかもしくは後付け許されないんじゃないかって。本当は剥がしたかったんですけど、ただ今回仕事の車ということで、うん、そうです、はい、しっかり実用性がやっぱりあんまりミニバンのバイザーみたいに出てない。出てないので、まあ、目立たないのでこれはで、ちゃんと純正でこうモールがブラッククローム風になってて。確かに確かに、はい、バイザーもちゃんとそういう風になってる。 IS かっこいいよね。だからかっこいいですね。ちゃんとバイザーもそうなってるし、はい、ドアノブもちゃんと同色になってるし、はい、ただミラーだけはやっぱりそうですね、そこだけすごくクローム感が強かったので、なんでちょっとここだけはペイントしてやった、はい、そしてあとは後ろ、はい、後ろはグーッと太くなって、はい、275で同じデザイン、はい、でリムは若干後ろのがあるかな。そしてディスクも若干コンケーブルがついてるのか。そうですね、絶妙な感じ、はい、ただこう前後で全然全く違う感じにしちゃうんじゃなくて、はい、本当にニュアンスだけ違う感じ。そしてデズラ、うちはもうパイセン完璧ですねこれ名古屋でも触れてるんですけど、はい、ちょっとこうフェンダーが内側に戻ってるんですよ、ね、なってるんですよね。だからどこで合わせるのか難しいんですけど、はい、今回絶妙なこのタイヤの引っ張り具合とデズラで調整してある、はい、そして後ろ、はいはい、後ろポイントなんですよね。そうですね、
ついにやりましたね。マフラーエンドを延長しました。はい、はい、これ数々ご紹介させていただいてますけど、はい、やっぱり毎回気になるのが出口がすっごい引っ込んでる。そうなんですよ。なんでこんなに入っちゃってるんだろうって。マフラーカッターを、ちょっと出すことでバランスが取れると思うので。いや結構出してるよ、ね、そうですね。でも5-6センチぐらい出したんですね。そんな感じなんだ、はい、これ純正ちょっとインサートあったら入れときたいんですけど、めちゃくちゃ引っ込んでたよね。そうなんですよ。どうしてこんなに入ってるんだろう。でこれでだいたいバンパーの一番出てるところぐらいに合わせてるんで。そうですね、まあ、それ以上出ちゃうとまあ車検問題だったりとかいろいろありますけども、はい、これを調整して、はい、まあ、違和感ないように、ないよ、はい、してある。こんぐらいのがバランスいいと思うんですよね。確かに確かに、はい、で特に特徴的なこうフォーメーションで4本出しになってるん で、まあ、こういったこともモッド東京できますので、はい、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないかなと、はい、であとはもう本当にサテライン。そうですね。なので全体的なこの比で見ていただくと、この、はい、絶妙ないじり具合。そうです。ちょっと変えました、はい、手数少ないけど、まあ、これだけでも十分かっこよくなる車だと思うので。というわけでこんな感じに仕上がっております。はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、今回、はい、いい意味でいつものボンド東京のこの覆せたから、はい、毎回こうなんかバイザーは勝手に取られちゃってもうバキバキのオイルはめられて、はいはい、もう全部好きなく作ってる。でもちゃんとやってますもんなんでお客様のご要望次第でもちろんもちろんもう仕事の車なんで、はい、まあ、そうです。予防通りのものをつけたりだとか、逆にリクエストいただければ、はい、マフラーの出口の微調整だったりだとかっていうのもできますんで、はい、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。